ちょ、待って待って待って、怖い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 、カット、待て、危ないって、真面目に、えっ、えい、待って、なんで作れー、おー、ついに私の目標であったコールオブデューティーブラックオプスコールドウォーのマルチプレイヤーの全シーズンプレイステージマスター到達することができました。クリアしました。ということでですね、今回もコールオブデューティーブラックオプスコールドウォーやっていくんですけども、早速なんですけども、弊社の進行状況のこの画面を見ていただきたいんですけどもね、ミリタリーランクレベル55、司令官マックスなんですよね。でここからなんですけど、シーズン1、シーズン2、シーズン3、シーズン4、シーズン5、シーズン6がね今来てるわけなんですけども、1から6のシーズンでですね200レベルを超えるとですね、このプレイステージマスターというねオレンジ色の文字になって、プラスねプレイステージマスターという文字もついてね、星もつくということで、全6シーズンなんですけどもね、すべて無事にねプレイステージマスターに到達することができました。一応ねこれを目標にしてね今までプレイしてたんで、無事に達成することができてホッとしております。でですよ皆さん、全6シーズンねプレイステージマスターに到達するとですね、この星がですね、あのプレイステージ5の時点で星が5つあって、プレイステージ6になるとですね真ん中の星にね丸ついちゃうんすよね。ってことでこれがねかなりポイント高いですね、個人的には。でですね、プレイステージの周回数なんと27周目に突入してますよということでですね、これはねシーズン4の画面なんですけどもね、50レベルごとにね1周ずつ上がっていくんですよね。プレイステージのアイコンも変わっていくということなんですけども、それをですね合計27回繰り返したと。プレイステージキーですね、このプレイステージショップで購入できるですね、例えばコーリングカードとかね、このねカスタムプレイステージアイコンですね、歴代のコールオブデューティーのねプレイステージアイコンをねアンロックすることができるんですよね。プレイステージマスターになることにより、でプレイステージキーがあることにより AW のプレイマスのアイコンにすることもできるし、なんとですねマルチプレイヤーだけでなくてねゾンビモードのアイコンに変えることもできる。そしてですよ、なんとですよ、下の方行くとコールオブデューティーブラックオプス4のブラックアウトですね、バトラーのモードのアイコンにすることもできるということで、自分の目標をねクリアすることができましたので、何かこういうにしていきましょうか。じゃあ BO1 のどうしよっかな、この最高プレステージ開始の15周目アンロックしていきましょう。しゃあってことでですね、早速つけていきましょうよ。でね、選択することができるんですよ。選択することによりですね、皆さん一旦トップメニューに戻ります。ほら見てください、しっかりですねコールオブデューティーブラックオプスの15周目のアイコンに変わってるんですよね。これがポイント高いと。とりあえずプレステージマスターになるとですね、特典のねアイテムをアンロックすることもできますよということでですね、こちらを見ていきましょうか。プレステージマスターこの画面、全シーズンプレステージマスターに到達することによりですね、すべてのアイコンというかこのバナーのところに星がついて、シーズン6のところには輪っかもついちゃいますよということで、いやこの画面いいっすね、達成感ありますねすごく。ってことでですね、せっかくなんで今回はですねウルトラオペレータースキンが入ったバンドルもね登場しておりますのでね、このバンドルを今から購入してねちょっと使っていこうかなと思うんですけどね、煙出てるんですよね体全身から、すんごいのこれ。からのこちらダブルブケックスピー、そしてコールオブデューティーポイントが入ってるバンドルなんですけどもね、一応途中にですね紫バージョンのオペレータースキンですね、ウルトラスキンもあるということで、で最後もコールオブデューティーポイントと、合計300コールオブデューティーポイントが入るねチャレンジもあるということで、そしてね武器は SMG から AK-47 じゃなくて AK-74U でした。サブマシンガンついてて、アタッチメントも結構いいんじゃないか、アタッチメントついてて、でアサルトもありますね、アサルトもありまして、さらにこちらライトマシンガンもありますよとね、すべてゴアエフェクト弾のオレンジの栄光弾がついてるということで、炎を演出してるんじゃないかなと思うんですけども、でチャームとどめの一撃エンブレムコインカードがあるということで、このバンドルちょっとね気になるんで購入していきたいと思います。もしよろしければね、このストアの画面で L3 やパッチクリエイターサポートコード長谷新コードがありますので、もしよろしければ登録の方よろしくお願いいたします。それでは購入していきましょうか。購入していくってことでっと、さあ使っていきますか。全プレステージマスターになった状態でクイック装備していくということで、一旦戻ってみましょうよ。どんな感じだい、ちょっと待って、オペレーターをこっちに変えるのか、お気に入り、いいね、煙出てますね。ちょっと使っていくカスタムクラスも設定していきましょうか。さらっと今回もともとついてるカスタムクラスいきますよ。アタッチメント構成でいきますよ。改めてアタッチメントの構成はこんな感じということで、さらっていきますよ。 AK-74U ともう一つも同じバンドルのアサルトライフル入れて、ガンスミスはこんな感じでございますということでと、でスティームショットセムテックストロフィーフラッグジャケットギアヘッド忍者でいきましょう。おー背景の画面もいいっすね。ということで今後もですね長谷新のチャンネルでは楽しめる動画をですねマイペースに投稿していきますので、またチャンネル登録できてない方はですね
チャンネル登録と良ければグッドボタン、高評価ポチッとよろしくお願いいたします。それでいきましょうか。ハードポイントレッツゴー。かっこいいよかっこいいよ。ケーブリーも出てるかこれ。おー、オープニングすげえ、オープニングすげえよ。イケメン、煙出てるぜ、全身から。さあ、出してくぜ、煙。これ、自分で煙見ることはできない、さすがに。さあ、行きましょう、皆さん。さあ、ほいさあ。開幕から突っ込んでいきましょう。顔面からポイントへ。左が怪しいね。今、上にいたっぽいよね。後ろから失礼しますよ。ちょ、待てー。まだあそこの上いるのか分かってんだけど、カットしていくよと。ポイントはしっかりと。どこにいるんだい？いや、マーシャルか。次は了解しました。となればだ、近距離戦は要注意ということで。まあ、SMG の役割としては、やはり前線上げ、前線の高さのキープに全力を注いでいきたいということはありますので、はいはいはいと。はいはいはいと。この辺、マーシャル注意！マーシャル注意報！おっと、最悪取っちゃいますよ。さあ、最悪取っちゃいますよと。ナイスカバーだ。はい、こっち回りますよ、次は。はいはいはいと。からの、この国の、分かってるのでカットしていくと。有利リスポーンをしっかりとこじ開けていきますよと。ここからですね、コールオブデューティーのマルチプレイヤーの面白いところは、あの距離さすがに厳しいか。一応ファラ持ってますので。おっと、いいとこ見てますね。さあ、どれ。さあ、どうなんだいと。ちょっと待てよ、待てよ。詰まってるぞ、俺。カットしながらの、もう一丁。こっちが来るか、違うかい、こっちなのか、ちょっと待てよ。こっちか、エイム、スイスイスン。ということでと、さあ気を取り直して、まだまだ始まったばかりということで、さあ、ここからどんどん流れ変えていきますよ。やはりこのマップでの SMG の立ち回りといえばですね、どんどんオブジェクトを使って敵との距離をひたすらに詰めていくという作業に移りたいと思います。まさかの2人。はいはい、おもろなってきたやないかい。なかなか一方的にはいけないということで、こうなればああ行くぜ俺、ああ言えばこういう、こうなればああいう、こうなればああいう風に立ち回るからの、後ろからの長谷のシーンですと。はい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 、ジャマーは壊しちゃいますよと。まだ奥いますねこれ。ちょっと許されざるか。さあこっち回って、一周ぐるりと回ってからの、こっちからの、ちょっとこれ後ろか、危なかったか。マーサル追放、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 マーサル追放。さあ大丈夫っす。いおったな今。この奥も怪しいぞ。おい、ちょっと待てよ、警戒、近距離警戒。はいはいはい、 74U のパワー。これ上を登っていいのか、登ったらダメのか。まずはトロフィスも設置からの上。さあホイス行きましょう。すんすんすんすいすいすいと、ちょっと行きますわよ。こっち上がっちゃう。ここでポイントの一歩前まで入るのがまあまあまあポイント高いんじゃないかな、立ち回り的には。で、ここでね、この辺でうろちょろすることが、まあ、求められてくるんじゃないかなと。それが SMG の立ち回り。It's OK! そこいるの分かってるよ。セーブテックスポイント方面投げちゃうもんね。当たるんじゃないの？おっと、当たり！からの？コールオブデューティー？からの？スライディング？コールオブデューティー？からの？ポイント正面？スピードに入りつつ？こっちスッと逃げつつ？全力疾走、コールオブデューティー。裏取っちゃいますよ、これ。取れてんのか取れてないか分かんない。これからきついか、俺。エイムで解決、エイムで解決。ハンドキャノン、レディー。待て、マーシャル追放。オブレ、危ないって。ちょ、待て待て待て。怖い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 。カット、待て。危ないって。真面目に。はい、待って、なんでつくねー。おー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 、ハープいきます。ウォーマシーンレディ。いや、邪魔きつすぎ。カットしていくよん、カットしていくよん、カットしていくよん。ハープの魅力が全然伝わらない、全然伝わらない。さあおいで、さあおいで、おいで、ハゼシンはポイントの中でいらっしゃいますよ。さあおいで、さあここでのウォーマシン最高やろ、めちゃめちゃ強いな。さあおいで、さあどこからでもおいで、さあおいで、
おいでおいでおいで、どこからでもおいで。これがコールオブデューティのマルチプレイヤー、全シーズンプレイステージマスターに到達した男の立ち回りや。落ち着きがあるってことにしといて、くるくるよくるくるくるよくるよ、中からか、どっちか来る、はい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 、次どっちからだい、これ次どっちから来るんだい、これここからが大事なんです、ここからが非常に大事なんです。そこら、はいはいはい、カットしていきますよ。とトロフィーも1個追加しておきますね。奥おったど、今ここは決めていきたい、カットしていく、待てよ、今連続キル相当辛かってるから、ここまで来たら1キルでハンドガン、ハンドキャノンが結構大きく貢献できるぞ。エイム、いやー、こんな大事なところで打ち負けてしまう、俺やらかしに出たか、おい、スーあスーっと、さあちょ、せっかくファラー持ってきてるんでファラーでもいっちゃいましょうか。おいおいおい、危ない危ない危ない、さあ奥いるのが今偉大な、チラッと見てるやつだ、セーブテイス、くっつけ、いけ、いったか、オッケー、カットしていくからのスイスイスイ行かしてもらうぞ、ナイス、いいね、上の落ちたやつは、はい、こんちはハゼシンです、マーシャル注意報、この辺マーシャル注意報、マーシャル注意報、マーシャル注意報か、拠点中注意報、リローディンリローディンリローディン、目の前ゴーストフェイス、ヘッドショット抜かれていく、セーブテックス追加します、くっつけ、思いは届かない、トロフィーシステムセンターポーン、なんかおったわ、さすがに厳しい、一発は当てたか、さあどんどん行きましょう、ポイントネクストセブテックス、くっつけ、ドーン、いけ、さすがに厳しい、よいしょ、ね、さあホイッスー、センターは渡らせませんよと、74U やっぱ強い、ちょ待て、これ厳しいわ、防れへんかったわ、そこをしっかりと自分なりにリカバリーしていきたいところでありますが、カットしていく、ハンドキャノンいきますか、ハンドキャノンレディー、いきましょう、ここ危ないよ、デイデイダー思った以上に来たな、一気に、まさかの3枚掛け、さあリスポーンが今見えたね、ゴーストフェイス奥の上、おお、うなじうなじうなじからのこっち回りながらのトロフィーシステムありますので、センター方面へ目がけてトロフィーシステム、ポイントこれは勝ったナイスってことです。さあ51キロ15,595スコア、53キル13です。ベストプレイは私ハゼのシーン、皆さんぜひグッドボタン高評価よろしくお願いします。ハゼシンのマルチプレイの実況スピーディースピード感満載ということで、さあさあさあ、いやでもよかったっす、てか早かったね、本当に改めて思うんですけど、BOCW の全シーズン、今思えば約1年間、あっという間でした。本当に早かった。でね、来週ぐらいには、新作のコールオブデューティヴァンガードが発売するんじゃないかなと。11月5日でしたっけ？非常に楽しみですね。ということでと、てか、おお、これあれやね。今回のバンドに入ってたミッション進んでるってことだよね。これ多分ね。コールオブデューティポイントもらってるわ。熱すぎ、ありがとうございます。てことでと、改めて、SPM 高すぎ !1887! 改めて51キル13です。スコアはこんな感じ。7458ダメージ、タイム1分9秒てことで、一旦退出させていただいて、今回はですね、ついに派生し、全シーズンプレステージマスターに到達したと、自分の目標をクリアしたということで、ご報告も兼ねて、コールオブデューティブラックオプス、コールドウォーのマルチプレイヤーを楽しみながらプレイしてみました。ということで、今回のこの動画、少しでも楽しめたよとか、ハゼシン全シーズンプレステージマスターお疲れと、おめでとうと思っていただけたらね、グッドボタン、高評価をぜひよろしくお願いいたします。で、チャンネル登録もですね、モチベーションの向上にグーン繋がりますので、今後もね、応援していただけたらめちゃめちゃ嬉しいです。ということで、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。Let's forget about it. You've got enough fancy friends and a way about ya. Like your luck, it's never ever gonna dry up. No, tell you what, let's forget.